はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、フォーチュンミエルです。さあ本日なんですが、聖戦術器タロットレイというモンスターを皆さんはご存知でしょうか。今日ですね、このミエルちゃんが使ってたこの戦術器というね、まあモンスター、儀式モンスターなんですけども、これを使いたいなと思ってデッキを組んできました。このモンスター何をするかっていうと、月の書と太陽の書を内蔵してまして、モンスターで一旦に一度、カードの指定単位でいずれか1個しか使用できないんだけども、裏側表示モンスターを表にするか、表側表示モンスターを裏にするかっていう、まあ、面子ができるんですよ。で、自分のエンドフェーズに自分の手札か墓地からリバースモンスターを選んで特殊ができるよっていう効果があって、裏側表示で。だから、デザインとしてはタロットレイでリバースモンスターを出して、そのリバースモンスターの効果を、まあ、ガンガン使用していくっていう、まあ、そういうね、テーマになっています。で、まあ、今回は、組み合わせてきたのはですね、まあ、使いたいもリバースモンスターが3種類いまして、まずはやっぱリバースといえばっていうことで、まあ、サブテラーですね。はい、リグリアードとか、まあ、同士の効果を使ってヨーマ持ってきたりとか、あとまあこのサブテラギミックはシンプルにシャンバラから同士持ってきたらもう普通に一妨害が用意できますんで、なので、まあ、このギミックは入ってるんですけども、サブテラ、それからまあ決戦も入ってます。で、ね、もう2種類いてリバースモンスター、このね近畿の城っていうモンスターとデウスエクスクローラーっていうこのモンスターがすげえ相性が良くて、こいつとなんでかっていうと、レベル9なんでまず1体で儀式召喚できますよと、このモンスター2種類は。で、エンドフェーズにこれ、どっちか蘇生できるんですよね、墓地から裏返し表示で。で、デウスエクスクローラーって1回クローラーデッキ動画にしたこともあると思うんで、ご覧いただいた方だったら分かると思うんですけども、これめっちゃ強くて、これリバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手の人のモンスターが発動した効果が無効化されるっていう、まあスキルドレインに近いあの効果になってるんですね。だからこれをリバースしてあげればもう超制圧できるんですよ。はい。で、こっち、じゃあこっち何するかっていうと、これは禁止カード4枚を、合体した効果があってまして、これどれかから選んで発動できるんですけども、強欲なつぼの効果、ハリケーンの効果、サンダーボルトの効果、それから、強引なバンペの効果、この中のどれかを1個リバースしたときに選んで発動できるっていう、だから近畿のつぼとかデウスエクスクローラーとかを、タロットレイで出して、でタロットレイでこのモンスターたちをリバースさせていくっていう、そういうね、コンボになってます。で、このモンスターの、私は裏返し表示で特殊ができるんですけども、タロットレイがね、裏側のモンスターを表感できるんで、好きなタイミングで表感できるから、まあ、結構相性がいいという感じですね。で、まあ、デッキのサポートとしては、召喚系は基本的にそのサブテラーに咲くか、または裏風の精霊っていうリバースモンスターをサーチできるモンスターに咲いて、で儀式魔法とか儀式モンスターは、まあ、タリスマンドラキャンドール、カリスライム、または儀式の下準備あたりで、持ってきて、裏側から表側 にしたりする効果としてタロットレイとか、まあ、生物のカレーとかが入ってるみたいな感じですね。で、エクストラデッキあんま使わないんで、合金ガン積みしていいかなっていう、まあそんな感じ。はい。まあこのタロットレイのね、このまあ非常にそのなんだろうな、癖の強い効果を使いこなしていければなと思ってますんで、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ占いをしていきましょう。占いをねああ割と反動強いね。反動は強い。これ通る。儀式の下準備通るかどうか問題は結構あるんだけど、まあ裏の武器ができるから、まあ破壊あるから、なんとかなるかなっていう感じする気がするね。通る、オッケー。じゃあ、禁止カードを4つ合体させたとかいう最強のモンスターをリリースして、儀式召喚するわ。まず、レベル9の近畿の壺とかいう謎のモンスターをリリースして、儀式召喚、現れろ聖戦術器タロットレイ。これはフォーチュンミルちゃんの切り札。こいつは月の書と、太陽の書を内蔵している。フリーチェーンでなんか裏側のモンスターを表側にしたり、表側のモンスターを裏にしたりできる。さあ叩き起こせサブテラーの同士、判定召喚効果発動。リバース効果によりデッキからサブテラーカードを1枚を手札に加えることができる。よし、カードを1枚セット。これタイムだな。そしてエンドフェーズ、タロットレイの効果、自分の墓地からまたは手札からリバースモンスターを特化召喚できる。現れろ近畿の壺近畿の壺、現代遊戯王で使おうとしてるところ俺ぐらいなんじゃないこれ。そんなことはない。さあかかってこいよ、かかってこい。近畿の壺はちなみに強欲な壺、そして、ハリケーン、そしてサンダーボルト、
そして、なんだっけ、応酬の効果を、バンペか、強引なバンペの効果を全部足したようなことを持っている。どれか一つを選択して発動することができるぞ。走破するガイア。何？デュエルリンクスインか。デュエルリンクスっていうゲームでは、この走破するガイアっていうカードを使ったガイアデッキがマジで環境トップだったことがあります。はい、強すぎて。お、なるほど。ガイソル君か、いいでしょう。まあ、ガイアソルジャーで持ってきたやつを無効にすればいいかな。呪われし竜、カーストドラゴン、なるほど。一旦ですね、ハンデス食らわせましょう。持ってきたやつを、これ、初動潰せばいけるから、近畿の壺の効果を発動。近畿の壺の効果によって、相手の反動を見て、その中から1枚、デッキに戻す効果を発動する。行け、近畿の壺、ダリーダリーぐぬぬぬぬぬぬぬ。やるじゃねえか。てめえ一滴はなかなかやるな。近畿の壺の効果を無効にしてくるとは。うわー、この禁止カードのオンパレードモンスターが。いやでもまあサブテラーのあの妖魔いるんでなんとかなりますね。カタパルトタートルオッケーでしょ。カタパルトタートル、はいはい、でリリースして妖魔、でも測らなきゃよかったですね。これ破壊なでもよかったな。まあ、でも消火器使ったらどうしてもいいか。まあ、一応ここで、破壊なとかよかったかな、これね。破壊なの方がよかったかもしれないわ。うん、破壊器は嫌いもんね、多分相手。まあ、ちょっとここでヨーマン使ったらもったいないけど、まあ、これ、あ、メインフェーズ終了も OK。いいこともあって、動詞はリバースできるんですよね。また次のターンに。裏側になってるから。そうなってくるとまた、ヨーマン持っておれるんで、OKOKOK。近畿の壺は効果無効にされたけど、近畿の壺は効果は無効にされたか、まあ、もう一回、近畿の壺の効果発動しに行くとかもできるんで全然。ちなみに儀式魔法はね、あの墓地から除外するとなんかその先生的タロットで持ってこれるってことがあって、で、どうして、妖魔持ってきて、でこれで、カリスライム効果かな。これなんか意外とふざけて作ったけどさ、このタロットレデッキ意外とちゃんとさ、先行で2妨害用意できてるの偉いよね。カリスライム捨てて、デッキから、これはタリスマンドラじゃなかったのかな。タリスマンドラを出しに行く。はい。で、タリスマンドラ効果発動を、儀式モンスター持ってくるよ。これ一応ね、ちゃんと名称指定体ついてるんだよね、タロットレイって。なんか知んないけど。これね、ちゃんと名称して大事ついてるから、何その2体いても、なんか裏返して表返しするとかはできないんですよね。そこちょっと残念な効果になってるんだけども。さあ、タロットにタイム出てくれ。ゴー！よし！足りてるか ?2700、1600、あ、足りてるな。バトルフェイズ。1600でダイレクト。ゴー！いけ！で、近畿の壺でダイレクト。で、近畿の壺の効果ちょっと無効にされたのは、痛かったか。ちょうどか、これちょうどじゃねえや。線余った。よし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 、いいぞ。なんかやってることは結構強い。儀式デッキだからね、事故るのがたまにあるからさ、そこだけ注意って感じなんだけど、まあ、とりあえず聖戦術と儀式で最強の効果使ってタロットレイ出しに行くしかない。マッチコットとかね入れてもいいんだけどね、ちょっと枠のあったから今回裏風の精霊っていうものを入ってんだけど、とりあえずタロットレイ出していく。はい。で、エンドフェイズタロットレイ君の効果を、使って即座に起動しておいた方がいいですよね。エンドフェイズ入るでしょ。で、タロットレイの効果発動する。で、自分の墓地から、リバースモンスターを特殊召喚して、即座にリバースするタロットレイ効果、起き上がれデスエクスクローラーデュオーちなみにこのモンスターはリバースしたこのモンスターが存在する限り、相手は、フィールド上で発動した効果が無効化されるモンスターの、つまり自信スキルドローイン合金いいだろう。このねデウスエックスクローラーっていうモンスターがねマジで強いんだよね。これ決まったらね結構ね環境デッキ相手にも割と勝てる。このモンスター自体はリバースしたらねかなり強力な制圧効果を持っていると言っていい。キャンディラね、発動した効果が無効化されます。ちなみにデウスエックスクローラー君がいるから、よし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 、トリックスターが OK。
いいだろう。これあれかな、あの拷問型かな。バトル。うわー、これキャロビン いそうだね。これキャロビンいいんじゃねえかな。あのトリックハウスでぶん投げるとオネストみたいな感じで、手だからぶん投げるとなんか伊達上がれみたいなモンスターいるんですよね。多分なんかこの感じ、多分キャロビンいるねこれ。ちょっとあのキャロビンは手だからぶん投げる方がなんで、デウスエクスクローラーで無効なんないから、一回裏にした方がいいかなっていう判断。一応さあどうする。セット。怖い。伏せすぎじゃない、伏せすぎでは。魔力の枷、何魔力の枷型きた。ゴミデッキだ。なるほどなるほど、そっち系のね、そっち系のそっちタイプのデッキね。オッケー、いいだろう。あの伏せカードなんだろうな。じゃあ、いやでも言うてそのタイプのトリックスターだと、まあ、そこまで怖くないかなっていう気がするね。まあ、とりあえず聖戦術の儀式の効果を発動する。聖戦術の儀式の効果によって、デッキから儀式モンスターを持ってこれる。で魔力の枷発動して、あ、うららね、なるほどね。はいはいはい、まあいいでしょう。うららをぶん投げることに1000ライフ払っていくスタイルね。いいでしょう。まあ君も払うからな、魔力の枷は。お互いになんか手札からあのモンスターの効果使ったりとか、あの発動したりするときにあのライフを払わなきゃいけないっていう効果なんだけど、まあ、一旦バトルですね。とりあえずキャロビンは、攻撃力しか上げられなかった気がするんで、まあ、とりあえずこれで殴ったら突破できると思う、多分。うん、はい、ダメージあるね。これ絶対キャロビンだ、絶対キャロビン。これあの手札からぶん投げるオネスト、あのトリックスター版オネストが多分手札にあると思う。最近ねトリックスターあの使ったんで、あのデッキにしたんですよ。なんでね、あの勉強は進んでます。履修済みました。完全にトリックスター講座は進んでます。履修完了してるんで、相手のデッキの内容なんとなくわかります、なんとなく。さあタロットでいこうか。さあ手札から現れろ、サブテラーマリス、リグリアード。まあいいでしょう、もうそれはいいわ。はいはい、さあ恐るべきモンスターがセットされたぜ。このモンスターはリバースした場合、相手のカードを、相手のモンスターを一体ゲームから除外するという効果を持っている。そして今伏せてあるサボテラーの決戦の効果により、サボテラーマリスリグリアードはフリーチェーンでリバースすることができる。何冒険、いいだろう。確かにあのあんまり使わないんですよね、このバーン型のトリックスターって。あんまりエクストラ使わないんで。はいはい、で魔力の火星の効果を使ってマンジュシカね。オッケー、いいでしょう。マンジュシカはいいわ、マンジュシカはいい。マンジュシカ単体では何もできない多分。プレゼントカード、5枚もドローさせてもらえるんですか。マジやった、マジ。まあ一応バーンダメージは暗い、いいよ。全然いい、ありがてえわ。5枚もドローさせてくれてありがてえわ。エンドフェーズ OK。 まあエンドフェーズだったらサブテラの結成するか。多分あれだね、あのマンジュシカの効果って、あの発動する効果じゃないから、あの無効になんないんだね、あのデウスエクスクローラーでね。まあ、とりあえず、サブテラマリスリグリアードの効果消えろ、マンジュシカ、俺の前が消え去れ。はっ、よーし、さすがに強え、さすがに強え。この盤面なかなか崩せないと思うけどな、相手。とりあえず全員でぶん中に行くか。サブテラの決戦あるんで、サブテラのマリスリグリアードさんが打点が4700になるんですが、プレゼントカードで OK。 プレゼントカードは全然いい、全然いいです。でまた5枚ドローさせていただいてありがとうございます、ありがとうございます。バトルレーズいきますいやこれやっぱ、ね、デウスエクスクローラーバリ強いわ。うん、ほら4700パーンチドーン。これデウスエクスクローラー決まったら多分環境デッキにもワンチャン勝てると思う、多分。十分性能としては優秀なんだよな、このリバースモンスターっていうのはね。まあ、裏側にならないと、あ、裏側じゃない、あとリバースしないと効果発動できないっていうのはあるんだけど、やっぱリバース効果が強いから大体ね。まあそういうなんかそのあのデザインになってるんでね。リバースできれば強いの大体。何もないの相手来たわ。これはなるほど、これはですね、巻き込まないといけないか、巻き込まないといけないな。聖戦術の儀式発動するしかない。
そうね、裏かもしれない。あのね、結局ね、シャンバラ、地中海シャンバラってやつがあるんだけど、なんか、あのそのフェードの方がないと、ちょっとサブテラギミックがちょっと弱いかなっていう気がするね。あ、こうすると、まあ、2体出てくるのちょっと時間かかっちゃうんで、まあ、ヨーマの方かな、持ってくるとしたら、まあ、一応生物もあるんで、裏側のモンスター表にできるから、これでユリアードか、同士か、どっちか蘇生できるんだけど、ちょっともったいないけど、まあ、さすがにでも同士だね、これ。同士、で、即座にリバースさせて、相性いいでしょ、これね。サブテラーとはもう一生相性がいいんですよ。サブテラーとはずっとも、タロットレイ君は。まあ、タロットレイの課金モンスターはあんまり入ってないけど、あいつらマジ遅いから、効果。大体リバースだし。ちょっとね、サブテラの下級、サブテラじゃない、タロットレイの関連の戦術機の課金モンスター。うわ、キモい。いや、でもまあ、これはいいか、別に。そんなにキモくないわ。はいはい、いい、傀儡はいい。傀儡はいい。いや、それは無理。絶対、全体除去はマジできついんですよ、この敵。耐性マジないんで、全員が。まあ、だから、今、ヨーマとかを頑張って、使って相手の全ぶっぱとかそっち系のなんかぶっぱするカードは止めないといけないんですよね、絶対に。聞いてないわ、それは。それは聞いてないわ。それは聞いてない。それは聞いてないよ。いや、それは聞いてないわ。はあ、はあ、やっぱサンダーボルト純正弦って頭おかしくね。